皆さんこんにちは。今回は最高難易度問題ということで、難しい問題となっております。これ解けるのは 1% いるかどうかですかね。Twitter とか、インスタグラムとかいろいろ応募してみたんですけど、1人しか正解なく大体の人は不正解でした。難しいもの知ってるか知ってないかという問題となっております。はじめこういった展開図がありますと、そしたら最初正六角形なので長さが全て同じだと。で、正三角形長さが同じだ、全て長さ一緒なんですよねっていうのは初めて理解できると。で、72平方センチメートルので一辺の長さはどうやって求めるかっていうと、縦かけ横の x の2乗は72なので、 x はプラスマイナス2ルート2ちゃか2ルートじゃないな、6ルート2っていうことがあります。なのでプラス6ルート2なので6ルート2っていう長さになります。そしたらこの展開図を組み立てるとこういった立体になりますと。これを、正方形の中に入れると、そしたら、すっぽり入った形になります。この1個入れた青いやつがすっぽり入ったです。で、その次に赤いやつは裏っ側にこう入れた感じでサッカーボール状みたいになります。2倍の体積にするっていうのがポイントとなっております。で、あと頂点を削ぎ落とした、真ん中の長さが削ぎ落としてた8つ削ぎ落としてるというのをイメージしないといけません。なのでここはすごく難しい問題となっております。その次にここの長さなんですけど、今、全部は6ルート2、ここ6ルート2なんですよね。そうするとここの長さは45度なので、6ルート2って分かって全部長さ6になります。全て6です、ここは。ってことは一辺の正方形は12センチってことは分かります。なので正方形の体積を求めて三角錐の8つを引きます。そしたらサッカーボール状の面積ができるので、それを割るにしたら終わりとなっております。なので 12×12×12 引く、半径、これ縦かけ横割る2、三角形なので面積割る2かける6の3分の1で円数ですね。縦かけ横割る2かける高さかける3分の1、これが8個あると。で、それを全体で割る2すればいいって問題です。そうすると答えは、720平方センチメートルが正解となります。はい、この問題は結構難しいです。難しいところの理由としては、展開図ここまでいけると思います。また長さも持てればいいかなと思います。そこから、体積を求めようとしたら正方形を切り落としていかないといけない。これを知らないと解けない問題となっております。また、この体積を2倍裏側にも入れて正方形の形にして削ぎ落としたら8箇所 1,2,3,4,5,6,7 裏8ですね、8箇所削ぎ落とした形、そしたら正方形の、立方体ですね、立方体の体積から、その削ぎ落とした三角錐を8個求めて割るにしたらいいというのはイメージができないといけないので、すごく難しい問題となっております。はい、この問題解けた人は数学が得意というかマニアックな方ですね。はい、逆に友達になりたいと思っております。いつもこんな難しい問題はやらないんですけど、この問題解けたら素晴らしいですし、もしくはここの展開図とか、もしくはサッカーボールまでとか、ここのね入るっていうところまで分かれば、算数はもうすぐに、数学は得意だと思います。はい、今回の問題が面白かったと思いましたら、また次の授業でよろしくお願いいたします。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。